はい、ロスのオートテクニシャンテズです。この95年の、三菱モンテロパジェロ、V6 3.5 リッター DOHC デュアルヘッドカムシャフトの、オーバーホールですね。そしてシリンダーヘッドを外し、そして、インテークも外し、インテークマニホールですね、リムーブして、これはエキゾーストサイドですね。でこのヘッド、シリンダーヘッドをリムーブします。そしてこのシリンダーヘッドは、マシンショップリサーフェイスに出し、そしてバルブシールを新しく交換して、その次リムーブしてですね、このピストンの方をきれいにしましたね。6気筒ですのでね、6箇所。そしてこのリムーブしたシリンダーは、マシンショップ行きです。バルブシールを交換することと、ついでにリサーフェイスでまっすぐ削り取ります。そしてコンティニューですね、エンジン調合で、シール系、などを交換していきます。これが、メインのフロントサイドですね。そしてこれはオイルパンの方ですね。そしてクリーンアップして、これはオイルポンプの方ですね、裏側です。オイルポンプですね、ぐるぐるぐるっと回ってオイルを送り込むとこです。はい、そしてその次がですね、この、まずリア面シールとフロントの小さい方がフロントのメインシールです。クランクシャフトのところですね。このシールをニューに変えましたね。これがもうインストールしました。で後ろ側、そしてこれは前側の方のシールですね。これインストールしました、ニューのシールですね。はい、この辺で、ご視聴ありがとうございました。